これどうかちょっとその話変わるけどこの予想的なあ確かにてか予想やりましょうよさっき予想やり俺はねはい10対八でシュートああいいとこっすねいいとこっすねはい俺は一応十対六でしたけどでどっちあシュートシュートおっえっコやんえっコやんコサをかなり押してるよないやまあトパンガな感じなんだオステルとかじゃてコサか年末ぐらいに 金かからなかったらこいつぐらいしかなかったじゃああ、確かに。年末よ、ずっと金かかるからな、そう。確かにな。なんか、小作なんか眉毛。なんかね、書いとるなこれな。なんか、ああ、前からそうやったけど、たぶん眉毛がその見えないやん、こいつの髪型ああそうそうそう。初めて見えたんじゃない眉毛。そういうこと確かに、ライン上がってるわ。ラインが上がってる気がする。うん。で小作結構若手の中でやっぱ力持ってるらしいで。 若手の王若手の中ではほんまにガチで、もう、小作が束ねてるらしいです。なんで、なんで、な、何を持ってんの、こいつは。いや、小作会ってあるんですよ。話が面白いってこと、こいつは。小作軍みたいなんで、いやもうなんかその兄貴的な、そう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 。なんか若手がなんかちょっとこう、揉めたりとかしたら、もう小作がすぐなんかもう、仲裁に入るらしいです。マジで桜だもんやな。 小作んないいや兄貴的感じらし実際、慕われてますよ、めっちゃ作は。いは。そうだよね、だって LOL とかみんなこいつがやるからやるってこやってるもんね。あと小作会で旅行とか行ってますよ、普通に。あ、そう、旅行とか。マジであの、ごめ忘年会したりとかしてるらしいです。もう、そん時の小作めちゃくちゃ気持ちいいんやろな。しかも、メンバー誰なのメンバー誰なのからさ、権力持ってるやん、こいつ。あ、そせやな。 何かあったら、腕毛にいったらぞみたいな感じで。何かあったら俺に言ってくれたらみたいな。腕毛にみたいな。うわぁ、もう、通通やからな。そうそうそう。なるほどね。そういう意味でもかなり、若手はやっぱ、小作っすよ、今。だから、小作をちょっとないがしろにすると、やっぱ、後々響いてくるかもしれない。ンリーグとん すごい。あいつちょっとよくないっすよみたいな。告げ口されるから。なるほどね。じゃちょっと下の位置の俺らで言うと誰なんだろうね。俺らで言う。R さんみたいな感じいや。メインの格ーのトップであるんで。R さんあり得る、お前のことをかっこよく実況しねえぞみたいな。そうそうそう。お前のなんかを大体全部ぶっぱって決めつけて言うぞ。決めつけて言うぞみたいな感じ。 ありえますねそんな感じかもしれないああそういうことかやってんなあいつと小作やっぱケツ持ちが腕じゃやからやっぱ相当強いっすよねそうだね確かに企画とか結構やってるらしいからねあへえそうだね関係界を裏でも支えてんのはあじゃあもう小作界のメンバー誰なのえっとナウマンうん数。うんえシュウシュウトムじゃないかなでも若手はもう基本 そうっぽいですけどね、うん、あとジョニー、ジョニー。えじゃあ、タッチカワとかはめくあのじゃあ、あの、あの、なんだっけ、川野はいや、タッチカワと川野は、なんか、小作軍には組みしてない感がありますね。うーん。<あ>川野は確かに、ちょっと川野はあんまりね、若手と、あ、でも最近はあれかな、BC 部屋とか結構、シュートと練習したりしてたから、そう、<れ>シュートとタチカあんまり絡んでないイメージではあるね。 あと、樋口とかも確か小作と仲良い,いんじゃなかった小作になる、樋口も。小作、うーん、だジョニーがそそのかした可能性があるな。あまあ、ジョニーは完全に小作やからな。あ、もうず、ズブズブやであったよ。ズブズブ、マジで。応勢員の一人やな。 小作の右腕ジョニーみたいな感じだろうあそうやな。それは、かなり近い。あいつ自体はなんか、俺は小作じゃなって、かたくなに否定してねえけど。あええもう。かなり近い距離にいるな、常に。右腕やのあれは。や、ばいよ。そんなにあれなんだ。じゃあ、ちょっとあれか。小作、可愛がってた方が楽か。そうなんですよ。小作を仲間にしとけば、もう若手全員顔聞くみたいな感じになんで。ただ、俺、毎回小作の髪型いじってるから、俺、嫌われてる可能性あるじゃん、俺。 意地っていうか、もう、あれ、相当なこだわりがあるような、あれ、絶対あ、えーうん。あれはあれは、<お>むしろあれじゃないのあっちからの、なんていうのお願いなんじゃないの,そのだって、普通にしてたら、あの髪型は絶対ならんからな。いや、たりん使うよな、うん、普通そうだから、かなりこだわってないと、あれにはならんから。うん、そうね俺、だから、あのうん、お前、その髪型ふざけてんのかって結構、毎回言ってんねんけど、うん、一向に直してこないから、多分こだわりあんねんやろなあ。あれって結構なんかな、あの、<laughs> うん、ピンポわの、たぶえ、かるわかるわか,か,かる。た、う、ぶ、ん、それなんだよ。あいつ、カッチブーって名前やったやん。

あれよ、あよバウンティーマッチョボーの。あ、バウンティーか。あ、はいはい。やっぱ眉毛隠れてましたよ、やっぱり。ね、確かに。だこのピープにしてでも自分が映ってるから、れあ、そうやな。出さん的よな。そうそうそう。で、文句言うとな、でも部下が全員。あ、そうそうそう。宮西さんに追討されるから。そうだよ。後討に来るしな。なんか PV に、なし、ケチつけてきたやついたんですよ。 いいな、小作いいな、なんかネタになったもんね。小作はやっぱり、どんなし、カリスマらしい。ね、カリスマらしい。カリいや、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。いや、でも楽しかったね。年越したいな。てか、やっぱ年越しはこれやなっていう感じで。あ、そうね。間違いあ、小作出た。あ求心力の塊やから、小作。そうやね。実際、若手にはめちゃめちゃ喋れてるから。 それ知らないんだよ、俺、っと知らなかった。いや、俺もなんか最近っていうか、昨日ぐらい聞いたんですけど、なんかやっぱすごいらしいです。なんかその断でなってて、BC のメンツとかで遊んだりせえへんのって、いや、あんましないですね、でもその、小作軍団はやっぱすごいらしくて、しょっちゅう会ったり、飲み会行ったりとか、一緒に遊んでるとかばいなんかちょっと揉めたりとかしても、すぐ小作が。 仲直りさせてみたいな。中華入って、そう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 。え、ちょっとこれ、俺が話、あの、収めるわって言って。俺がなしつけるわって。あれですよ、トパンが会計小作群ですよ。へぇー、すごい。枝、トパンがの枝でしょ、枝。いや、かっこいいわ。カリスマ性あるんだろうね、たぶんね。いや、たぶんそうなんでしょうね。うん。そうじゃなか何が小作をこう、いいんだろうね、わからんだけど。 面倒見いいとかじゃないですか、やっぱ。うん、ああ、そういうことかな、うん。行動力あるんじゃないですか。なるほどね、あんまりこう、自分から人を集めるって結構、あんまできないじゃないですか。企画したりとか,そのなんか、例えば飲み会するにしても、うん、みんな誘われたら行くけど、大体、うん、ね、うんうん。自分からやろうって人はあんまりいないじゃないですか。うん、そういうタイプなんじゃないですか。 セカンセカンですよ。セカン、セカンいやでもまあそれは狙ってるでしよねもちろん。うん。二代目。ああもうセカンで呼ばれてんだこいつ。そう。こう魚軍とトパンガないではもうセカンって呼ばれてますよあいつ。セカン。それセカンいいなかなりいいな。セカンいいでしょセカン。セカンって呼ばせたら笑うなこれ。二番目じゃないですからね。二代目ですからね。 2番目じゃないですセカンは笑うないっつったらほんとにセカンこサンガコサンガコあこれからねこさんがでいいと世界のプレイヤーまずねたまねてる時点で確かに普通にあるよねあこいつあれじゃない団体割るじゃんこいつ全日と新日みたいにそうこれはありそうっすねこいつ割っててるぞ多分。えっだからトパンガとこさんがでしょもう。こさんが。うん。 たくってんなな <laughs> 出るなこいつん出るつもりだろがある若者は出てきてほしいな。<laughs>